今まで僕がついた嘘と今まで僕が言った本当、どっちが多いか怪しくなって探すのやめた。自分の中の嫌いなところ、自分の中の好きなところ、どっちが多いかも分かってて悲しくなった。どうせいつかは嫌われるなら、愛した人に憎まれるなら、そうなる前に僕の方から嫌った僕だった。だけどいつかは誰かを求め愛されたいとそう望むなら、そうなる前に僕の方から愛してみてよと。これからないではない嘘ではない、驚くべき効果を発揮します。新しい自分に出会います。ただ中毒性がございます。両方用量をお守りください。こんなキャッチフレーズを書こう。やっとこそ君のクローンが成功した時にも、だって君は世界初の肉眼で確認できる愛、地上で言ってある神様。誰も端っこで泣かないようにと君は地球を丸くしたんだ。いつでもここに来てくれたのに、もうここにいない。明日を夢見た人間信者は明日の死を待つ自殺志願者に、3分前の僕がまた顔を出す。息を止めると心があったよ、そこを開くと君がいたんだよ。左心房に君がいるなら問題はない、ないよね。2秒前までの自殺し